坂本直貫明治44年9月6日は、明治時代の自由民権運動家、キリスト教牧師。土佐藩豪士坂本家五代当主であり、坂本龍馬はおじにあたる。兄、坂本忠氏は、龍馬の養子氏になった。加永6年、土佐国秋群安田村に、高松純三千鶴夫妻の次男として誕生。陽名は、周吉。 17歳の時、叔父坂本健平の養子師となって、南海男を名乗った。明治になると、立志学者において、西洋の学問を収めた後、自由民権運動に参加し、高知県会議員となる。土曜雑誌などで、著述活動に励む一方、東京で三大事件建白運動に参加して、保安条例違反で投獄されたこともある。明治十一年に、 高知で開催された立志者のキリスト教講演会で、講師として、長老派の宣教師 JL アッキンソンが招かれた。その後も、GW ナックス、D タムソン、G フルベッキなどが高知を訪問するようになり、坂本ら民権運動家は、キリスト教に接近するようになる。最初、坂本は、板垣大助博の話を聞いて、キリスト教を広めることは、 外交政策上最も都合が良いと思うようになったが、それでも自分自身がキリスト教を信じる気持ちはどうしも起きなかったと述べている。しかし、フルベッキ宣教師や G.W. ナックス宣教師との交流によりキリスト教を学ぶようになる。1888年坂本らが出席していた高知教会での礼拝風景明治18年5月18日に、 高知キリスト教会設立に伴い、竹市康也や片岡健吉、西森雪像らとともに、高知教会で洗礼を受け、キリスト教に入信する。その後、立志社の高知県での活動は、政府を攻撃する、聖壇演説会から、キリスト教演説会に切り替えられる。明治20年、南海男から、自下間に改名した。この年、34歳で、 高知県会議員に当選する。高知県内で、精力的に伝道をはじめ、政治家としては、官僚主義を通列に批判する演説を続ける。1887年12月26日で、明治政府への憲白書を提出するために上京した、坂本は、京橋の聖通る邸で、退去命令を拒否したために、片岡健吉、竹市康成と共に、 京橋警察署に保安条例違反で逮捕される。その後、警視庁に送られ、東京地方裁判所で、経禁庫2年6ヶ月の判決を受けて、石川島監獄に投獄される。1889年に大日本帝国憲法の発布に当たり大社により、石川島監獄から出国し、高知に帰る。名友武士の死後。 坂本らが1897年11月、浦臼村に建設した日本キリスト教、浦臼教会の新街道国会議員をしていた、竹市康也が、石狩平野視察のきっかけに、1893年7月国会議員を辞職して、北海道開拓を始める。竹市は、北海道浦臼で生園農場と生園協会の経営を開始したが、 1894年竹市が休止する。竹市が亡くなって1年半後の明治29年夏に、坂本は沢本楠也と一緒に、浦薄内の生炎農場を訪問し、理事院の前田小間寺と会い、北海道北見国所軍訓練プ原野の開拓の協力を要請した。前田は坂本らを訓練プまで案内し現地調査を行う。 帰郷した坂本と沢本は北海道開拓を呼びかける。その結果北海道開拓のための組織である北甲社の設置が決まる。設置発起人として片岡健吉、土井勝郎ら16人が集まり、社長に坂本、副社長に沢本が選出される。明治30年春、北海道北見のクンネップゲニアに一族を挙げて移住し、 北欧社農場建設に参加することになった。明治31年1月に高知市で北欧社の創立総会が開催された。北欧社移民団の入職は3年で合計221個になった。しかし、坂本は第二次民団が入職する直前の明治31年5月に青煙農場の前田、小間寺を社長に招聘し、 坂本は社長を辞任し、生園農場の経営をすることを決意し、高知にいた4人の子供を呼び寄せ共に、浦臼に転居した。しかし、その年の秋に、大雨により、石狩川が氾濫し畑が大水害に襲われる。坂本は上京し、大熊重信内閣の内務大臣であった、板垣大輔に救済を陳情し、救済金80万円が決定された。 その結果、石狩川の治水事業が開始される。また、同様に水害で困難にあっていた北海道同士、教育会、学太農場の集会ために、GP ピアソン宣教師らと援助を行う。この時、キリスト教系新聞、北新日報の主筆への誘いがあり、一家で札幌に転出する。明治十五年には、生炎農場の経営を義し、とめと、追い。 直江に任せて、旭川の日本キリスト教会旭川教会に転出することになる。翌年には、旭川二条通り11丁目に新海道を建設する。明治38年釧路で坂本紹介設立。釧路を本拠地とする。明治40年4月に GP ピアソン宣教師とともに、十勝監獄の囚人の伝道をする。旭川師団不評。 第27連隊の軍人に対する伝道に尽力している。その後、札幌北一条協会の牧師になる。札幌からしばしば声援協会の応援にも訪れた。夕張炭鉱の労働者らが結成した、大日本労働市政会の会長も務めた。明治44年9月6日夕方、札幌の病院で亡くなる。墓は、札幌市中央区にある。 ありがとうございます。